りお客様からとにかくありがとうって言っていただけるのが一番嬉しいことで、お悩み相談だったりとか、しつけの相談だったりとか、いろいろお話をしたときに、あなたのおかげで治ったわとか良くなったわって言ってもらえてるときが一番嬉しいです。お客様と喋ってるとき、コミュニケーション取ってるとき、あとは商品のアドバイスして、それに対してあそういうことがあったんですねって言われたときとかは嬉しかったですね。ワンちゃんうちのお店にお迎えして、でそのお客様がお店にまた来てくれて、でこうやって成長したよって言われてくれたのが嬉しかったですね。学校の授業で食事管理の授業と、あとはしつけ教室の授業は大事でしたね。学校が終わった後とかにもクラスの友達とみんなと仲良かったんですけど、一緒になって残って、遊ぶことももちろんありましたけど、学校の先生について片付け最後まで残ってやったりとか、その時に先生にこうお仕事の話いろいろ聞けるんですよね。現場のお仕事の話だったりとか、あとはお休みの日とかにこう先生にちょっとついてボランティアという形でお手伝いさせていただいたりとかっていうのも、もう社会のやっぱり勉強としてはものすごく役に立ったので、それはすごくやらせていただけてよかったと思います。コミュニケーションが取れるように、そこを頑張ってもらって、アルバイトでもいいから接客業をやってみて、それでコミュニケーションできるようにがいいと思います。お休みの日遊ぶ時間もとっても大切だと思うんですけど、ペットが好きであれば自分の興味があるところ、ペットショップだったりとか動物園だったりとか、あと今ワンちゃん猫ちゃんのイベントもあちこちで土日開催されてますから、そういうところにちょっと足を運んでもらって、自分がどういう仕事を本当にしたいのかなとか、こういうのって思ってなかったけど意外とこういう発見があってよかったなとか、そういうのでこうなんでしょうね、自分が今後やりたいなという仕事を発見できる、ちょっときっかけになればいいかなと。